はい、明けましておめでとうございます。KOGA レコーズ、コガレコーズ、マーガレットミュージック代表のコガです。9年中は大変お世話になりました。2021年、皆様どういう年だったでしょうかね。まあね、コロナ禍でいろいろこう日常生活もままならない時代だったと思うんですけど、それは実はこの音楽業界にこう身をうずめる私たちが本当に深刻な状況だった2021年だったんですけど、だいぶこうコロナも明けつつあり、いや油断は禁物、明けつつあり、2022年、かなり気合い入れて、音楽活動に勤しもうと思っている次第です。今年もよろしくお願いします。新年明けましておめでとうございます。どういたしまして。ありがとうございます。どうもキーボードです。ギターの竹本です。ベースボーカル吉和です。ギターボーカル巨匠です。ドラムの八木です。どうやらなんかコガレコードチャンネルで上がるんですか、この映像。え、知らない、聞いてない。どこで上がるんですか、コガレコードって。知ってますか、コガレコード。名前は3年前ぐらいでお世話になったところですか。あれ、いつの間にか僕ら移籍しましたか、コガレコード。あ、冗談です。マネージメントのね、事務所ですけれどもですけれども、ね、まあ今年もお世話になりますというのと、はい、まだちょっとお年玉の方はもらってないですね、コガさんからね。確かに、うん、毎年くれるんですよね。お待ちしております。新年明けましておめでとうございます。ボーカルギターの須田です。ベースの辻です。ドラムの鈴木です。はい、ということで来ました、2022年めでたい、イエーイ、開けた2022、はい、2021はですね、ベースの10周年ということで、いろいろと10周年企画に向けてですね、こうやってカラスもいっぱい飛んでますけれども、果敢にトライして無事成功を収めた年だったんですが、2022年どういう年にしたいですか、タカさん。はい、いい年にしたい。辻君。いっぱいいろんな各地でライブがしたい。すいません。おい、トラと言われないように。新年。明けまして。おめでとうございます。どうも、つさこいなるです。ちっちゃいピース。幼稚。小学生が幼稚。2022年になりましたよ。皆さん。知ってるよ。どうお過ごしですか、皆さん。お正月は何をするんですか。僕は、決めてないんかい。何するんですか、二人とも。お正月は何をする予定ですか。うん。っていう感じでやっていくんですけどもね。それは不安やな。どうも、クリスピーカメラクラブです。ギターボーカルミサクです。ベースの中根です。ドラムリンスキです。2022年はめちゃくちゃ久しぶりに CD が出せるので楽しみです。7曲入りのミニアルバム、季節風っていうのが出るんですけど、また新たな CCC って感じなので、ぜひたくさんの人に聴いてほしいです。 CD を買ってほしい。買ってくれ。新年明けましておめでとうございます。ゴーゲットミヤノツです。2021年、ディアをね、ディアというミニアルバムリリース、できましたね。コガレコーズでは本当にいつもお世話になっております。コガレコーズチャンネルをご覧の皆さん、せーの、マシマです。明けましておめでとうございます。2022年もどうぞよろしくお願いします。ということでね、2022年はいろんなことにトライもしていくし、何より3月の28日にもしもの主催フェス、もしフェスを開催します。コガレコーズチャンネルね、ご覧の皆さんは もちろんね、キートク兄さん知ってると思うんですけど、なんとキートクも出てくれるので、楽しいね、熱いライブにしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、シンガーズハイです。ハイです。はい、はい、明けました。新年。明けまして。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。めでたいです。めでたい。めで
たいですね。2021年が終わりましたね。2021年どんな年でしたか？どんな年？ちょっと2日目で覚えてないです。全部忘れました。明けましておめでとうございます。アランドです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ベースボーカルのみのこです。ギターのチンパンジー貝塚です。ドラムのゴリラ福田です。やったやったパワーパワーはい、ロケットゲーです。明けましておめでとうございます。ベースギターのコガです。ドラムのマリアスです。ギターのダイです。クマノです。今年じゃねえや、2021年はどんな年でしたっけ。ライブを3回やって、1回目は散々なライブをやったんですけど、ちょっとそれ心入れ替えまして、飲みすぎて、そうそうそう、心入れ替えまして、最後はいい形で着地したっていう流れ、2022年も期待してください。それではロケット系でした。